ライムだった剣、魔王と竜の剣国譚。リブル様、とんでもないことが起こる予感。面倒事はごめんだけど、避けられないんだよな。断罪の時です。今、俺はドワーフ王国へと向かっている。時速およそ 80km。 落ちないように念しで体を固定しているが、谷を降りる時など恐怖体験だった。ちらっとゴブリンたちを見ると、すごいことになってるな。鏡があったら見せてやりたい。あ、限界っぽいな。おい、みんな、ちょっと休憩しようぜ。鏡といえば、そうだ、水たまり。うん、何度見ても俺スライムなんだよな。あれ？どこだここ？なんで村に戻ってんだ？カイ、過去を模した疑似空間に引き込まれたものと思われます。過去を模した空間？なんだそりゃ。ん？ゴブタ？ランガ？平気か？顔色悪いぞ。ゴブタ？誰すかそれ。つうか誰すかこのスライム。え、いやいや、やめろってそういう冗談。案外傷つくから。俺だよ俺、リムル。スライムごときが名を名乗るなど片腹痛い。我ですら眠のではないという。は？何言ってんだよ。お前にはランガって名前が。我は名もなきギターウルフ。親父殿を阻んだあの忌まわしき糸を糧に進化した新たな画廊の幼なり。ギターウルフ？なんだそれ。カイ、過去を模した空間にて画廊族が格子を克服し、スキル念子格子を獲得、新種族ギターウルフへと進化したようです。念子を克服？昨日までの弱かった自分とはおさらばよ。この力、これがたどり着きたかった未来。黒稲妻、ゴブタが？かつてのゴブリンが牙狼族の力を取り込み、雷属性のスキルを獲得、新種族バジュラへと進化したようです。ゴブタも謎進化したってのか？ゴブタゴブタって勝手に名前つけないでもらえるすかね。あれ、そういや名前つけるときはいつも勝手につけてたけど。おい、お前は今日からゴブタだ。やっぱり名前がつけられない。今までいた世界とはルールが違う感じか。オイラはリグルみたいにただ名前をもらっただけの魔物じゃない。自分で牙狼族の力を取り込んで進化したんです。だから、過去を模した亜空間って言ってたな。異世界の異世界なんてわけわからないな。あんたの力ももらうぜスライム。
ゴブタ、誰すかそれ。よし、やってみるか。このスキルでいくぞ。成敗してきますね。終わりにしますよ。行かないし、かといって手を抜いてどうこうできる相手じゃない。ちょろちょろめんどい。たかがスライムのくせに。あの野郎、どんどん調子に乗りやがって。負ける気はしないが、話し合えるならその方がいい。